ここは行き場を失った子供たちの最後の砦です。誰か助けてください。ダメです、それだと死にます。自閉症にしてサバン症候群の小児外科医、突出した記憶力と空間把握能力を持ち、医師としての能力は非常に高い。あんたたちより腕はあるかもよ。しかし苦手なコミュニケーションが阻む青年のひたむきな思い。僕の退院いつ？しばらくは退院できません。どういうことですか？あの子は学校に行くことずっと楽しみにしてたんですよ。それなのにあんな言い方。私は反対です。医師として必要な倫理的判断力があるようには見えませんでした。早くオープンしないと死んでしまいます。出てください。心温まるピュアな思いが人々の心を突き動かす。全ての子供が大人になれますように。先生ありがとう。グッドドクター、今夜10時スタート。